はい、どうも皆さん、こんにちは。S 極 N 極でさー、シャーってことで、第1レースはビッグブルー、ココー、スタートってことで、マリオカート8デラックス、噛みすぎ?マリオカート8デラックス実況はね、やっていきましょう。ビッグブルーはね、早く 200cc でしょ。うわ、一番苦手。僕 200cc 絶対、あ、待って、早すぎ先生。もう早すぎ先生、もうポイント使うの早すぎ先生。うわ、1個。何で1個しか交換できてないねん。落ちる。落ちよ。ただ、落ちとるやないか。切れすぎかい。今日はね、怒んなきゃっていうね、OK キラーも使って、怒んなきゃっていうね、サワヤンゲームズ見てたらね、もっと発狂した方がいいなっていう、なんでそんな中途半端なとこで、落ちんねん。切れろ、巻き巻きの子切れろ。なんでやねん、なんでやねん。おっさんね、サンダカヒドンサンダードン、サンダ早く早く早く、もうテレサか、スター、おし、サンダ早く、サンダダンサー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 、待って、これ4位か。なんでそこなん、もう待って、頑張るな。待って、やめろ。まあ、5位で終わろう。5位で終わろう。おい、5位。次。第2レースは、シャーベットランドということでね、ミラー 150cc かな。行きましょう。まあ、あんま好きじゃないです、このコース。さ、ここスタートということで、まあね、何があっても打開できます。はい。負けてもいいから打開。まあ、11位ぐらいで割っといて、うん、下手くそ。キノコ使って、ミラーマジさ、何ミラーって。ミラミラだよ。ミラミラってことで、僕ね、結構、なんて言うんだろう。小学生の時に、今ちょっとね、今ちょっと太り気味なんですけど、小学生の時に僕結構痩せてて、運動神経良くて、はい、運動神経良くて、かなりね、イエーイみたいな感じだったんですけど、まあ、中学1年ぐらいかな。から、まぁちょっと、ちょい太り。え、どここれ、まぁ、ミラーマジ無理。なんで引くねん。訴えるよ、ほんと。トゲゾーンにちょっともう後で賠償金、命じよう。ってことで、小学校の時は結構モテてはないか、まぁ、モテてなくはないかな、みたいな立ち位置にいて。で、小6かなもね、なんかね、まぁ、友チョコだけど、あげるみたいに言われてもらえるみたいな、環境だったんですけど、中学になった途端ね、太ったっていうかね、もともと食べるのが好きで、はい、で、全く、なんでか、うん、抑えたよ。今のは抑えたのは褒めてほしいってことで、まあ、どんぐらいだ、なんでバナナあんの、マジで。それ反則。キラ!え、なんで?なんで?まあいいんだけど、食べるのが好きで、それで運動しなくなったんですよ。はい。運動しなくなった途端、すぐ太って、まあ、誰、あの人絶対やるわ。踏むなよ。踏むなよ、マジで。内臓潰れる。オッケー。これで6位ぐらいまで上がってほしいな。あ、それかアイテム前で止まってほしい。止まれ。オッケー。で、アイテムにダブル取って、お、トゲゾーね。何これ、あ、もう無理。ミラー無理。トゲ投げて、トゲゾー投げといてからの、んー、これマジ無理。無理。無理。なんでアイテム取った後にやるの?大嫌い。大嫌い。もう嫌やわ。嫌やわ。これ8位か。8位か。8位か。7位ラッキー7ってことで、まあ、許そう。続いてのレースは、ビッグブルーってことでね、まあ、第1レースと同じです。まあね、150cc、ココー、スタートってことで、まあね、マリオカートほんとね、150cc が僕マジで限界だから、200cc できる人は、すごい。で、取って、取りつつ、カーブしつつ、ってことでね、
あのバレンタインデーの話をしようかなと思うんですけど、危なっ、ここで割って、あのよくあるあるの、まあ、机の中を探す的なさ、あのなんていうの、学校行ったらさ、そのさりげなく机の中見るみたいなねのがみんなやってて、僕はね、あのもう見るまでもなくね、見なかったんですよ。もうどうせないしと思って、うん、と思ったら、あのないなと思って、したら、あのテレサ使っちゃったし、もうクロちゃんだよ、クロちゃんだってことで、もう何話そうとしたか忘れたから、もういいや、はい、三高比して、オッケー、来た、三高比の来た、まだある、全然ある、もうキラ使って、まだ全然あるよ、本当に全然ある、まだ止まんないでよ、あ、止まんならあそこで止まってほしかったな、っていうのも、もう行くしかないから、終わっていいよ。あ、もう終わんなくて、これマジ、これ最後、このキノコで、頼む、もう抜かせて、行け。